ジェイソン・アンドリュー・バリテックは、アメリカ合衆国ミシガン州オークランド郡、ロチェスター出身の元プロ野球選手、野球指導者。宇藤良ダ、愛称はテック。2021年シーズンにより、MLB のボストン・レッドソックスのゲームプランニングコーディネーターを務める。ジョージア工科大学時代には、カレッジベースボール最優秀選手に3度選出されている。 1992年のバルセロナオリンピックには、同行のチームメイトであるノマーガルシア・パーラと共に、野球アメリカ合衆国代表に選出された。また、ジョージア工科大学時代、ガルシア・パーラのほか、J ・ペイトンともチームメイトだった。1993年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約しなかった。 1994年にゴールデンスパイク賞を受賞した。1994年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから一巡目指名され、1995年4月20日に入団契約を交わした。1997年7月31日にヒース・クリフス・ローカムとのトレードでデレクローと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。同年9月24日の デトロイトタイガース戦においてメジャーデビューするが出場はこの1試合のみにとどまる。1998年には86試合に出場した。1999年にレギュラーを獲得し144試合に出場する。2004年には自己最高の打率296、18本塁打、73打点を記録した。また守備面でも ペドロ・マルティネスやカート・シリングラをリードし、チームの86年ぶりとなるワールドシリーズ優勝に貢献した。オフに FA となった。チームにはバリテックの他にペドロ・マルティネスやローなどの主力選手も FA となったが、球団はバリテックの再契約を最優先させ、4年総額4000万ドルの契約が成立。同時にカールやストレムスキー、ジムライスに次ぐ、 チーム3代目キャプテンに任命された。そのためユニフォームにはキャプテンであることを示すシーンのマークが左胸部分に刻まれた。2005年にはゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を同時受賞し、アメリカンリーグを代表する保守となった。2006年は開幕前の3月に開催された第一回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。 しかしレギュラーシーズンでは7月31日に膝の軟骨損傷で9月3日まで故障者リスト入りとなり、その間チームは11勝22敗と低迷した。2008年は打率220、13本塁打、43打点と低迷した。4年契約を満了し、シーズン終了後に FA となった。 2009年1月30日に1年総額500万ドルで合意したと報じられた。2011年は200万ドルオプションの1年契約で現役続行した。2012年3月1日に現役引退を発表した。引退翌年の2012年9月より、レッドソックスの GM 特別補佐に就任した。以後2020年までフロント業務に従事し、 2021年シーズンからはゲームプランニングコーディネーターとして現場復帰する。投手から力を引き出すことがうまく、守備についた時の防御率が他の星よりも良かったことで知られる。野モヒデオ、デレクロー、クレイ・バック・ホールズ、ジョン・レスターとメジャー最多記録となる4度のノーヒットノーランの星を務めている。ティム・ウェイク・フィールドのナックルボールは苦手としていた。 2004年のアメリカンリーグ優勝決定戦第5戦でウェイクフィールドが登板した際にバリテックは1イニングのうちに3個のパスボールを記録した。バリテックの現役時代シーズン中に同投手が登板の際にはバリテックではなく控え保守のダグミラベルやケビンキャッシュが出場した。バリテックは子供の頃から速球を中心として 投球を組み立てる投手と組むことが多かったので、ウェイキーと組むのはとても大変な仕事だねと語っている。ありがとうございます。